Hello, it's Rie. Welcome to my channel. In this video, I would like to share the interview I've done as Miss Japan for Miss Asia USA, which I participated in 2012. And yeah, since I don't talk much about it, you know, the pageant stuff I've done, so I thought it would be a good time to share that with you guys. このビデオでは私が今まで参加したミスコンのインタビュー動画をシェアしたいと思います。今まで参加したミスコンのことについてあまりお話ししてこなかったので、もしよかったらチェックしてみてください。高校卒業してすぐにアメリカに渡米して、それから学校に語学学校にまず入って、それから大学へ進学して、今はファッションデザインをファミリー&コンシューマーサイエンスっていうメジャーの中のファミリーファッションデザインオプションを勉強しています。で、学校の他では、ダンサー、モデル、アーティストとして活動もしています。そうですね、末広着物エージェンシーさんとずっと、一緒にお仕事させていただいていて、いつもショーがある時は誘っていただいてます。中学生頃から徐々に日本でオーディションなどを受け出して、高校生の時に日本でオスカープロモーションでモデルとして活動をしていて、アメリカに来てからはずっとやりたいなと思ってたんですけど、はい、学業がやっぱり大事なので、そちらをまずは優先して、それ今最近ですね、徐々に始めました、また活動を。ちっちゃい時から親善大使になりたいなっていう夢があって、それで母親からよく本などを読まされている時に、マザー・テレサとかオードリー・ヘップバーン その積極的に社会に奉仕する活動、アクティビストの方々に感銘を受けて、自分もそのような立場に立って人々の役に立ちたいと思い応募しました。それで、外見の美しさはもちろん、内面の美しさも大変重視されていて、ロールモデルとして、アジアンコミュニティの中で社会奉仕、それと文化交流の架け橋になれる人材を探しているという大会です。震災があったじゃないですか。震災の後に、石巻市に直接足を運んでボランティアをしたんですね。で、漁師さんたちのお仕事のお手伝いをして、やっぱり海の被害が一番ひどいので、お手伝いをした時に、こっちに行ったらみんな、あ、震災があったって落ち込んじゃったりとかしてるのに、そちらの人はすごく元気なんですよ。逆に一番 大変な思いをしてるのに元気で、だからそういうそれでみんなですごく協力してるんですね。そのハーモニーを大事にする日本人の気質というのと、やっぱり芯の強さというところはやっぱり日本の誇りだなと思いました。やっぱり日本にいる時よりアメリカに来た方が日本人としてのアイデンティティをすごく強く感じたんですね。それでやっぱりこっちに来て改めて、あ、日本の素晴らしさって、あ、こういうとこが素晴らしいんだ、あ、日本の例えば着物であるとか、アメリカには全くそういう文化がないから、前は当たり前だったものが、あ、すごく素晴らしいなって再発見できたりとか、そうですね、そういう再発見ができたことがやっぱり渡米してきて一番の収穫、自分にとっての収穫だったなと思いますし、そのこのコンテストを通してより多くのことを学んで、より人々のために役に立てるような、人材になれるように努力していくので、応援みんなさんよろしくお願いしたいと思います。I hope you enjoyed learning a little bit more about me, and I'm looking forward to sharing the experience I had in the US and working in entertainment industry. So please subscribe and hit the like button if you like, and I will see you soon. Bye! はい、いかがでしたでしょうか。ちょっとずつ私の個人的な経験についてもお話ししていければいいなと思っております。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねお願いします。In this video, I would like to share the interview I had when I was
I hope you enjoyed and I'm looking forward to sharing